それでは1ヶ月サバイバル終了動画始めていきたいと思います。まずはね、リーキーくんがね、拠点を作ってもらって、このね、素敵な拠点がから始まるんですよ。みんなね、ここの前から始まりまして、ちょっと拠点をね、ぐるっと一周。いいですね。よし、じゃあみんなで回っていこう。まずはね、ここにね、ポポ吉がね、畑作ったんですよ。最初にね、食べ物ないとさ、やっぱりね、きついんだけどね。ここにジャガイモ畑を作って、ジャガイモを焼くための昆布をってやって、ね、外からの見た目がね、畑剥き出しだと、ちょっとね、あれなのでね、なんか、倉庫っぽくね、ちょっとね、作ってみました。これが雄大くんのお家だね。なんで瓦をイメージ。家広いのは使いにくいから小さい家にし、でここはリーキーくんかな。リーキーくんのお家があって、ここまで全部リーキーくんなのかな。これもリーキーくんか。ここにリーキーくんのお家があって、この裏側、ここはあゆくんのお家だね。あゆくんのお家があって、よいしょ。これは？これは誰だろう？書いてあるね。ここがシフくんのお家がある。ここ、お家密集ゾーンだね。で、まっすぐの道とね、こう道もね、ちゃんと作っててくれて、左の方から見ていきましょうか。ここにね、公園があって、白猫くんの薬物屋さんがあって、なので、その隣にね、アコムがあるんだよ、アコムが。みんな大丈夫？これから旅に出るけど、お金ちゃんとある？お金でない人はね、ここでね、お金借りてね。でもあれだよ、借りすぎに注意だよ、アコムの。利息高いんでね。借りすぎには注意してね。で、そのね、後ろにはね、公園がありますね。公園を作ってくれていて。ブランコがあったりね、滑り台があったり。あ、これシーソーかな？これシーソーだね。こうやってここに乗ってさ、こっちと向こうに乗って。これ多分シーソーだね。で、公園を抜けると、白猫くんのね、白猫のお家がありますね。で、その裏に、りょうとくんの別荘がある。これは誰のお家だろう。これがミントくんのお家だね。ここにミントくんのお家がある。畑もあってね、いいお家ですね。で、ここ、ここに可愛いなんかね、あるの。これすごいね。何なんだろう、これ。なかなかいいですね。こういうね、なんか、こういうの好きよ、俺。で、ここら辺は倉庫があったりとか。お、これはカニ味噌くんハウス。カニ味噌くんハウスがあったりとか。ここはナスビと、
RK 君の共有ハウスみたいなのがね、ここにあって、RK 君が作って。よいしょ。で、ここが、かのんちゃんとさらちゃんのお家で、こっちがさらちゃんのお家だね。さらちゃんハウスが。お風呂とかまで作っている。いいね。あ、ここはシャワールームみたいな感じかな。こっちは、あ、トイレも作ってるね。あ、で、ここに、お、台所、キッチンも作って、あ、で、ここがベッドルームで。で、ベッドルームを上に行くと畑が。で、サラちゃんハウスの隣が、カノンちゃんハウスがありますね。ニワチョリさんが、ニワチョリさんが飼われている。なんかね、お風呂に村人がいるんよ。お風呂に村人が。はぁ。白鳩くんの、なんかね、白鳩くんのなんかがあるよ、ここに。おー。なるほどね。で、ここになんかわからないのがあって、ここにね、ここにもいっぱいお家が。これは誰のお家なんだ？これはハヤさんのお家があって、で、隣がキッパさんゾーンなんかな？キッパさんがいろいろ作ってて、ここが、白江さんが作ったところだね、最初の方に。かわいいお家があって、で、ちっちゃなお家がね、いくつか。佐藤、ヤン君。で、鶏とかがいっぱいいて、ここにもお家があって、ピーチの家から。ミルクの家。犬が大量にいますね。両生白鳩。なにこれ二人こんな並んで寝て。どんだけ仲良しな。お、ここにもなんかいいお家があるね。これは何だろう。これは TJO で絶対燃やさないでハウス。発揮の時はね、もうね、TJO のお家はかなりの被害にあったのでね、今回はね、ちょっと拠点から遠いからね、大丈夫だったね。燃やされなかったね。まず今回ね、一番被害にあった。嵐にね、何度も燃やされて、プラグインのミスで家が半壊したりしてね、TJ 奥のお家が今回ね、今回のサーバー一番の被害者のお家ですね。で、ここにね、サキチさんが作ってくれた、水の上の洋館みたいな、水上洋館みたいのがありますね。で、これね、ちょっと中も結構ちゃんとできてたので、ちょっとみんなでね、行ってみましょう。ここは、さっき言ってたの、洋館の中ですね。いい感じにね、中までできておりますね。で、なんかね、鳥居のところに、インターホン。ツリーハウス。誰が作ったんだろう。ちょっと書いてない。ツリーハウスがありますね。ツリーハウスの裏にはね、水上のお家がいくつかあって、でここにも動物とかが飼ってる家があって、これは誰のお家だろう。これはフロッピーの家だ。で、ここになんか家が3つ並んでるね。入居者募集中って書いてある。入居者募集中。ここはね、
なんかナスビを飾ってあるところ、対戦をしてくれーって書いてある。ナスビの腐らない人肉、ナスビの呪われた左手とかね。お、守護神がいる、守護神。白江さんのへの、到着ではあります。まずはね、ここにね、お家がありまして。ここにね、白江さんの、お家がありまして、でさらにですね、この裏、この裏の行くとね、白江城があります。白江城が、今回はね、白江さんはお城を作ってくれましたね。お、蜂がなんか飛んでる、蜂が。では白江城中に入ってみましょう。おー、最初はね、本がいっぱいあって。で、ここにね、こう、絵があってね。で、こっちにベッドがあって、こっちは？お、さらに上があるよ。ここにもベッドあるね。お、ここは、円卓。こっちに、おー、ここでちょっとね、滝を眺めてね、ちょっとね、風流な食事ができるわけですよ、みんな。こうやってね、ベッドポテトをこうやってね、これ食べるわけですよ。ここは、なんかいろいろあるね。この物買った。お、この旗、すごいね。こんな旗作れるんだ。で、この先に、ちょっとした公園があって、で、ここね、さっきのトトロがよく見える。まずはね、例のごとく、マッチさんのかまぼこハウスがございまして、で、かまぼこハウスを抜けると、畑とかがいろいろあるね。で、ここが、ここはマッチさんの家がありますね。で、このね、このうんこの嵐の部屋、墓をね、ちょっとね、燃やしちゃいましょう。さあ、行っちゃいなさい。で、ここにね、ポポ吉って書いてある、ポポ吉って。おいおい、誰だよ、うんこの上にポポ吉って書いたやつ。こんがりと焼けた。いやー、よく焼けますね。あのうんこよく焼けますね。で、これでね、嵐の墓も埋葬したので、では、ちーちゃんゾーンを見ていきまーす。
ここにね、お寿司あるんだよ、お寿司。ね、ちょっと高いところから見なきゃわかんないんだけどね、ここにね、ちーちゃん、お寿司を作ってますね。ちーちゃん、お寿司好きみたいで。で、綺麗な桜並木がありまして、このね、桜並木を抜けて、これはなんだ？お、地図がある。蔵みたいな感じのかな？がありまして、で、さらにこの桜並木をまっすぐ行くとね、茶屋みたいのが、お茶屋さんがありますね。ここでうっかり八兵衛がね、お団子を買って食べるわけですよ。え、団子いっちゃう。あ、ベイクドポテトだね。そうだね、和風ゾーンを作ってくれてるね、ちーちゃん。で、お茶屋さんがあって、おぉ、なんか、今、ハマった。で、お茶屋さんがあって、で、最後ね、ここにね、神社がありますね。ここでね、お参りしていくわけですよ。ちょっとね、ちょ、ほら、あれ、羊が。ここはマッチさんなんだ。で、ここにね、閉じ込められたね、囚人がこうやって中にいるわけですよ、囚人が。ナス鼻が上がってますね。終わった。あ、続いた。お、大玉があったね。もう夏か、まだ春だけどね。素敵でしょ？今回は誰が勝つのか、みんな結構慎重に言ってますね、今回は。誰よ、なんで溶岩で自滅してる。あー、カニミソくんに殺害、マッチさんがやられてしまった。あー、手羽先くんがカニミソくんにやられた。お、こんなところにもいたのか。あー、白井さんが翔太くんに殺害、翔太くんにやられてしまった。お、ナスビの居場所が分かった。カニミソくんが畳みかけ、あー、火が消えちゃったか。お、お、カニミソくんの勝利です。じゃあ優勝したね、カニミソくんから一言いただきましょう。俺がチャンピオン、おめでとう。